さてと、まずは峡谷の東側にある山小屋を訪ねるのよね。ああ、急ぐぞ。上村のさん、アガット、それにお嬢さんたちか。こんにちは、上村さん。お邪魔します。ふん、こんな偏僻な場所に何度もやってくるとは。一体何があったんだ？実は、なるほどな。道理で宣告まで外が騒がしかったわけだ。なあ、おさん、あんた前に北西部に渡ったとか言ってたよな。俺たちにそのルートを教えてもらいてんだ。断る。え？ちょっと待て、いきなり断るはねえだろ。一つ聞くが、お前たち竜を見つけて一体どうするつもりだ？操られているだけみたいだから、できれば退治はしたくないけど。だが、ゴスペルを破壊しても暴れられたら退治するしかねえだろう。背に腹は変えられねえってやつだ。やれやれ、話にならんな。どうやら竜を図体のでかい魔獣と同じくらいにしか考えていないようだが、あれは断じて魔獣などではない。大崩壊前から生き続けている神獣と言うべき存在だぞ。大崩壊前からって、それじゃあ1200年以上前からなわけはねえだろ。長生きはしてるみてえだが、いくらなんでも。いや、ありえるだろうね。七王教会の伝承では、竜は空の女神を守護する聖獣だと伝えられている。僕たちの常識が当てはまる存在じゃないのかもしれない。マジかよ。確かに普通の魔獣とは一緒にしない方がいいかも。そんな存在を退治するなど自殺行為以外の何者でもない。まあ、王国軍に任せておとなしくしていることだ。軍も当てにはならんが、あの男ならば。あるいは、え、とにかく若い連中を死地に追いやる趣味はない。悪いが力にはなれんな。でも、うん、なあ、おさん、あんたの気遣いはありがたいが、ちょいと的外れじゃねえか。うん、俺たちはすでにシャレにならない敵には何度だって出くわしている。例えば情報部だったり、古代の人形兵器だったりな。だがそいつらも危険だからって見過ごせる相手じゃなかった。内地へ絞りながら力を合わせて何とか乗り越えてきたんだ。今度の竜だって同じことだ。
見過ごせる相手じゃねえが、闇雲に突っ込むつもりもねえ。だから頼む、俺たちに手を貸してくれ。アガット、アガットさん。なかなかいい面構えをするようになったじゃないか。そこまで言われたら俺も手を貸すしかなさそうだ。本当？ありがとうございます。何、大したことをするわけじゃない。俺は準備のため一足先に向かうとしよう。西側の一番奥だから後から追いかけてくるがいい。後から追いかける？おい、北西に行けるルートを教えてくれるんじゃねえのか？教えるだけでは多分見当もつかんだろう。とにかく峡谷の西側に出てから歩いて行ける一番奥まで来るんだ。待ってるぞ。ちょっと仕方ねえ。おっさんの言う通り、行ってみるしかねえだろう。そうね。峡谷の西側に出て歩いて行ける一番奥だっけ？ああ、入り組んだ地形だから迷わないよう気をつけるぞ。ここまでたどり着けたようだな。おさん、ひょっとしてその橋を渡ったら？ああ、まっすぐ進めば大きな岩山があるはずだ。中は空洞になっていて、
奥に進んでいけば上の方に登れるようになっている。竜はその先にいるだろう。そっか。オンに切るぜ、おさん。さてと、俺は一旦小屋に戻るぞ。そうそう、岩山の空洞には危険な魔獣が徘徊してたはずだ。危なくなったと思ったら思い切って引き返すといい。小屋に来れば休ませてやろう。うん、ありがとう。せいぜい気をつけるさ。ここが竜のいる岩山。どうやら気合を入れる必要がありそうだな。おっと待ちたまえ。そろそろアルセイユに連絡した方がいいと思うよ。そっか、それがあったわね。相変わらず常識外れなハヤブサだぜ。それじゃあジーク、アルセイユへの連絡お願いできるかな。さてと、これで準備は整ったわけだ。気合を入れていきましょう。うん。おう。手直してきた。
相手が悪かったな。子猫ちゃんたち。相手が悪かったな。酔いしれたかな。出直してきた。
見せしよう、美の神髄を。そう酔いしれたかな。出直してきた。おやすみ、子猫ちゃんたち。出直してきた。君たちが無事竜のいる岩山に到達しました。これから内部を通り抜けて竜のいる場所を目指すそうです。そうか、全艦艇に通達。鉄鋼弾を装填した上で所定の位置に待機せよ。
万が一竜が逃げ出しても絶対に包囲を突破されるな。イエスサて出直してきた。
Thank you.